スマイル本舗の提供でお送りします。はい、一週間のご無沙汰でした。また火曜日の夜がやってまいりました。おめでとうございます。<手>いやあ、よかったですね。何がですか？あのレモンが営業再開、はい、してましたよ。はい。でもうほらずっとレモンはね、このままなくなっちゃうのではないかと。ええええええ あの乾いたレモンになってしまったと心配をしてましたけど、<laughs> ええ、もう乾燥と電気がそうなんですよね。今日からついてたんでね、あれと思って。でね、今までレモンがずっとね閉まってるときは、ええはい、ブエドバルがいつもねいっぱいだったんですよ。今日、はい、レモンを営業したら今日ガラガラだったんですよ。やっぱりレモンのお客さんがこう来てたかお客さんがこう共通してるのかなと思って。やってなかったからそっち入るみたいな <laughs>。レモンとブエドバルはお客様が共通してるんですかね。ええええええ <laughs> <laughs> もうね、そうなんですよ。と、ええ、いうのは実はあのまだいろいろ回567月いっぱい回があるんですけども、はい、ちょっとその初っ端の方でございまして、ええ、6月5日にあの、えー「千住春菊の回」という、はい、もうこれもずいぶんやってますけどもね私も何度かそうですね須川さんも何度も出ていただいている回ですがした、えー、年に2回、まあ、地元の方向けにやってう、はい、ちの地元ちょ道庁内にですねあの、ええ ニニッッピピというコラーゲすごくあのもうね大きなはい昔はリーガルという靴を作ってたんですけども今こっちの方にシフトチェンジしましてこっちなんも主要産業ですなのでここで落語会はいいんですが日曜日でもオペレーション電話やってるんですよだから某のモアっていうバンドを呼んだ時に音の問題でできなくなるかもしれなかったこともあったんですが今だからおとなしく今やってますけども今回はだから。 あの落語だけなんですけどもね。今回は有協が。有協です。有協改め有協が。兄弟出身のダスメ成り立ての。そうですね。兄弟出身で兄弟農学部という。使えないにも程があるという。そんなことないです。北大農学部っていうとなんか仕事がいっぱい他でないそうじゃないですか。はい兄弟農学部っていうとなんかね優秀なね。ええ。あの彼ですけど。でもすごい優秀さを見せないとかすごいですよね。あんまり。 そういうとこ自分でこうな、ね、あのなんかねこうなんて自慢しないようないつもニコニコしてねんか、ええ、あんなまり奥ゆかしい感じ、ね、奥ゆかしい感じ、ねはいええ、もうあの有名な話がありましてね、ええ、あの兄弟出身だからと、ええ、あのこの人の兄弟子のね、はい、あの雄一さんという人が。ええ 家庭教師やってじゃお前も兄弟出身なんだから家庭教師結構売れっ子だったんでお前も家庭教師の試験受けてみろっつった遊興みたいなエフラン大学のやつが受かった試験に落ちてしまったというね兄弟出身のくせにこれねやっぱりそのほらスさんもそうですけどいわゆるその貝専門とかじゃないですかケ武さんもそうしそういうもんでやっぱりそのね 勉強していることによってそれが社会に適応するかどうかっていうところが。とにかその家庭教師の試験なんてあるんですね。あるんですよ。そのまあその家庭教師やってる会社での試験に落ちたという。そうなんです。なかなか珍しい肩書きだけでもいけそうな。 なんかねほらよく東大出身なとかそう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 ねいろいろテレビ出たりしてる自分なりのメソッドを作ってねこうやって勉強するんだみたいなことやる人もいるんですがでもなかなか有うきくはそういうとこ出さないやっぱり兄弟農学部ということでのざいですからねノーニュークスのノーですからこれはねそんな感じでございまして今日もやっていきましょうそれでは春菊「の今そこ放送局」 新曲です。なんかあれですね、昨日地震。あ、そうですね、夜中。すごかったですね、久々に。あの携帯がね、だって、あの久しぶりですよね、あの。でも鳴る前に来ましたよ。あ、そうですか。あ、そうそうそう、あの、あれと思ったら、携帯が鳴り始めちゃって。あ、かなり大きいんだなっていうのがね、あのすぐ分かって、で、テレビつけて。ね。一応あの、警告音がそれぞれなんで。 ジョンジョンとどの人とかジャーンジャーンもあればもういろいろありでうちじ大騒ぎでした、ね。えーえー、うちはもう何しろあのあの三一一のとにはテレビが倒れたのですぐみんなテレビに集中するというそうですね。主はあの買いたてのテレビが倒れた。ええええ。 でも今ね、割と大きいサイズなんですけど、大きいサイズ、今、結構安いんですよ、今、10万しないで買えるんですよ、今ね、当時は結構な額で買ったものが壊れてね、がっかりしてたんですけど、でも、地震保険でちゃんと帰ってきたんですけど、だから皆さんも一つ、地震保険必ず入っていただけるといいんじゃないかなと思いますけど、と今日実はフェイスブックでいろいろイベントの,そのとかリクエストみたいなことが来るじゃないですか、今日ね、来たんですよ、一つ。何ですかあれなんでこんなんんんこの来たんだろうと思って アダチなうどん学会というところから。あれ何か聞きつけてきたんですか。はい。我々を利用するつもりですか。ということでしょうか。それともクレームを言うつもりです。ていうかなんであの師匠がアダなを知っているという。いや違うあのじゃとりあえず全員のあの友達関係の人を送ってるだけなんです。はい。はい。まあそのうちもその中の一人なのでという別に意味はなく送られてると思うんですよ。それはどういうイベントなんですか。えあのアダなうどんを世に広めていこうと。 学会ですかたに NPO 法人って法人立ち上げてますからね、これどうするんですか、そんなところに足を踏み込んで、あれですかね、安達菜うどんのみんな試食とかして、これをどうするかみたいな、そうそうそう、足立菜うどん扱っている店を紹介したりとか、皆さん、知らないですかね、カツレーメンの話を知らないですかね、行く末を。 アダ冷麺、アダ冷麺の後の姿を知るんですかね。あの温かいものをと冷た,ものの、ね、冷たいものを一緒に言ういうね。アダ冷麺っていうのがあったんですよ。うんあすね、そのアダチなうどんの前に置いてたね。ねはいはい、あのなんかそのご当地グルメみたいのがあって。はいはいはい これがですね押したら落ちちゃったんです、冷麺っていうか中華麺の上にあったかい揚げ物を乗せるとその時にうちらもうね、その頃から日陰にいた足立菜う立なを探しましたもんね、あって、でって足立なうどんって書いてあるのに、な小松菜って書いてある。とっうことは江戸川のうどんならしいですよ。 江戸川ですよね。ちょっとその学会ちょっと興味あります。そうですか。ちょっと見て、探してみてください。リクエスト送ってきますからね。まし、まあ、オーケーして、リクエスト、リクエスト送れませんけど。ね、でも、ほら、前にメールいただいてね。安達なカレーうどんが、ご当地グルメみたいなところでありました。もうね、安達なカレーうどん作った日にはね、安達な味わかりません。よわかりませんよ。あの、安達なうどんってね、基本的にうどんなんですよ。ねですから普通のね。はい。 色は緑ですけど色はねで乗っかってるのも最初うちら見たあだしなうどんはもうベーシックな頃のそうですねざるうどんみたいなざるうどんに緑の緑のざるうどんにあだしなが本当に乗っかっててごまがパラッとしてあって冷たいつゆがあるというなんかそのねそんな感じでしたけどもだからまあいずれその末路は見届けてあげたいでもどこかで急にブレイクする可能性もあるそうですねだからその

やっぱりそれでまあまあまあでもちょっと見届けていきたい感じはございますのでやっぱり世の中ね絶対いろんな情報が入ってきますから楽しいもんだなと思いますけど僕はねここで一週間ね実は一つライブに行きまして先週のね土曜日なんですけど私が竹富島行った時にお世話になりました牧忍さんっていう方が竹富の メンバーをざっと連れて、あの来てくれまして、で、来てくれまして、ま東京でライブをする、その裏方全部あの向井さんとケイ君って、で彼が全部もう音響から全部、前ここにね、そうそうとていただいたしあの一期一会を、えちょっと教わったという、まケイ君が全部フォローしてやってたあの。 演奏会が十三十四とありましてその十四の方にはちょっとあの出させていただいて、出させて見て出していただいて、まあ面白かったですね。盛り上がって、良い会でしたよ。もうねなんかそのやっぱりちょっとやっぱり演芸というかゲーの島なん。マケタってこういうじゃないですか。こういうこういうゲの島じゃなくてですね、園芸というかまあその民芸というかそういう。 ただ普通の音楽ライブって感じよりもちょっとショーショーみたいないやでもまあ本当にやってるだけなんですけどもそれも入れ替確かにボーカルも変わったりいろんなことしながらやるんですがまあ言えば究極の素人さんたちなんですよみんなほおほおはいはいはいアルバム一枚とか出してますけどでもそれはでも究極の素人ウさんってすごくレベルの高い究極の素人さんたちすごい楽しんでやってらっしゃるそうですねまあ盛り上がったしね良かったですよなんかちょっといろいろこう こう胸に来るものものありましたしたね持ってるもののベーシックの,なんかその才能というかモチベーションが高いなというのがあってちょっとねいろいろ感銘を受けながら勉強させていただきましたけどもねやっぱそれはいっぱいいいもんですねやっぱりね。はい、それから僕は試合もお稽古に僕は明け暮れてまして何ですあの明日僕浜咲く予選なんですよ。あはい、でちょっとこの間「ちはやふる」を見たもんですからあちょっとじゃあ 何か百人一首ネタをやろうかななんてことを急に思い出しまして、ええええ、で今回あの出ていただく人が、はい、あの木根さんサブローさんという人なんですけど、あのカッターで髪切りする人なんですよ。カッターで、はい、でカッターで髪切りするんですが。それで。 でいそれでちっちゃいものほうに大きなものを連続柄みたいのをぶっと切っていく人それを照明と合わせてやったりするとでそれでその人はただ自分の切り上げたものをあのその上でラグをやってほしいとか,そのなんか大事にしてくれっていう人じゃないんですよそれを使って何かっていうことだったんであっと思ってとりあえずまあち,ょっとちはやふるも見たのもあるのでじゃあちょいとストックインでも。 やってみようかなと思いまして、ええ、でその杵渕さんに、えー、そのストックインの音源をリンクを教えて、はい、これをこれを聞いて、ええ、イメージで作ってくれるもしは浜作ですからもし大きいものを作ってあの浜作ですの後ろ幕にこう引っ掛けて、ええ、こういわゆる桜の花びらがこう抜けたみたいな感じのものができるのかもしれないし、はい、どうなのかもしれないんですけども。はい えー、さらにその切っていくとこの花びら分のいわゆるまあ俗に言う B 面ですから、はい、クズが出るじゃないですか、えー、そこにそれをみんなお客さんに持って帰っていただいてそれを例えばあの何あの記念に枕の下に敷いて寝るとかいていうか僕は自分のちっちゃいハンコ持ってそこに全部こうちはんこ収益収益押していきますからそれはみんなにお土産で持って帰ってもらって、えーえー、ということを考えておりまして、はい、ちょっとね、えー 楽しみなんですとと今回はいつも違う感じで行った手前ネタ変えらんないじゃないですかもうもう一度行ってしまったらもう無理ですもう偉そうにこれ聞いてやってみたいこと言ってますからやっと今日形になりました今日の昼間形になりましたはい まあ今日終わった後もまあ歩きに行くんですけど、ええそうですね、今日はあのもうウォーキングスタイルで、はい、私はもうこの格好してる時はこの後稽古に行くよという意思表示でございます、ねええ。もう今日来た時もなんか暑いなとか言って,て今日は肌寒いぐらいなのにあのもう歩いてきてね、それでもうちょっと汗かいてましたけども、ううもう今は、はい、あのもう歩き続けたいんで、まああの踏切がしましたんですが、ええ、まずこっちまで来てこっちからまた渡ったりなんかしてずっと喋喋りながら来ましたよ。はいええ いや、でも、ちょっと楽しいですね。今ね、ええ、ちょっと、これ、どんな形になるのか、ちょっと。どんな風にコラボレーションするか。そう、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 はい、だからそれが、もしうまくいけば、また、ちょっと違うテーマでとか<ー>。例えば、水がテーマになったりすることもできるし、えー。えー、ね、なんか、その、なんだろうな。映像としては、いろいろと、面白いなと。思うんですよ。はい、で、思う、あ、面白いっていう意味で、ば、あの、実は、あの、見てきました。何をでしょうか。あの。 芸術センターで「居残り三平寺」じゃなくて「幕末太陽殿」これね僕初めてフィルムで見たの3 5ミリ本当にもうカーッと後ろで回ってるんですよあの最初ね私しかいなかったんです逆さ15分前であらっと思って「もしやもしや」したらもうバラバラ。 バだからバラバラバぐらいですね。あでもチハイヤフル。違う。五文字。チハイヤフルよりも入ってるええもうそうですもう入ってました。でバラバラいやチハイフルもっと入ってました。も入ってました。もちろんもちろん。はい入ってましたそれであの見ましてで今まで僕はうちはビデオテープはあるんですよ買ったやつがねでそれで見たんですけどやっぱりで三十五ミリでさらにスピーカーもちゃんとしたスピーカーで出してる音なんであのね で幕末見たことあります見たたここととあありまあありまますす私はデジタルリマスター版を読ましたけど、はいはい、でそれで、はい、あの何しろ、えー、っとあそこで一番腹立たしいのは、はい、日活の若手をいっぱい出さなきゃいけないんで、えー、長州の上位の志士にしてやってるのは全部どなってるだけだから、はい、ほぼ何言ってるか分かんないですよ <laughs> セリフが。もうそれでもうね 僕は本当にベテラン勢の俳優もいるけど若手もいっぱいいてその中で裕次郎とか小林明とかが無駄だと思ってたんですよこの映画本当にもうそこがいらないでもスターがねいっぱい出てるんですよねもう本当にそのんですか金子の坊さんも出てるし金子の坊も鶴太郎君の金子の坊はあの。 あれなんですよね金子の坊さんが多分あんまり分からないかう晩年はね結構お酒飲みながら料理するみたいなイメージそれだって分かるそれだって全然かえって惑う東千鶴さんと一緒にそういう番組やっターミンやつこの旦那」ですよかであのそれでまあ一番人気あった頃の日活の全ての映画の悪役やってるんですよだからギャラが一番多いんですおて。 小林明弥出て静岡を出てそれで新谷秀明出てで裕次郎出てそれでなんか出てっていう感じで高橋岐出て全部出てるからめちゃめちゃ稼ぐ三百365日映画館映画の撮影所にいるような感じで。でその でその我々がやっぱり知ってるのは陣屋久隆というのは山盛組の組長であのずるいことをいっぱいする、ね、これと加藤武がお二人でちょっと悪いやつなんだけど、まあ、このそこので鶴太郎はそこの真似をしてると思ったらそうじゃなくて幕末太陽電のお父さんの真似ですねあれねはっ、えー、今回分かったのはね、はいうん、やっぱりあれはねちょっとお面白い発見もありましたしあとやっぱり殿山退治とか。 知らないでもうエッセイも書く面白いおじいちゃんがいたんですがそれがいわゆる三枚木賞の親子で同じ花魁を取り合うみたいなことになったりとかとそのね本当にその「お見立て」っていう話で最後エンディングを迎えるところに行くんですがその居残り三平英二の主役であるフランキー堺さん。 がいわゆるその居残りでもそうですがちょっと患ってる人なんですよねそれがそのなてんですかその居残りに入ってからこの最後のいなくなるエンディングまでにちょっとずつ思想をこう顔に描いてるんですよ。はい、あそれがやっぱりこう今までビデオでは分かんなかったその大きいところでのああそうかこの人はやっぱり本当死んでくる人なんだみたいなその描き方をしててですねそれもちょっと面白かったりとか。 あと最後そのエンディングのとこでほら墓場に行くじゃないですか、はい。であの,あの時にも木米大臣内村ブーちゃんっていう当時も田舎者の、はいはい、有名な俳優さんがやってるんだけどその人があのまず1個目のこの墓ですって言われて「はい、エスタール何代天保何年」っつって違うじゃないかって話になって次に子供の墓に行くじゃないですか。はいはい、その時に、ね、墓持っちゃうんです <laughs> これ面白演出あ<ー>きっと誰が考えたか知らないけど、はい、すごく面白いと思って、えー、で最後パーって、ね、フランキーさんがいなくなっていく映画ですけどやっぱりそのね、えー、ちょっとね久しぶりにまた見たのもあるし、はい、いろんなの場面を思い出したりとかしてね、えー、いいですね。 やっぱり、あの岡田眞澄は、あの上位、はい、ですね。<laughs> あの、本当にもう外国人の顔ですよ。うん、昔の岡田眞澄さんは。細々でね。ええ、もうなんか頼りない、これ、これじゃちょっと人気もまだ出ない、ええ、まだまだデヴィ夫人と沖縄流す前ぐらいの。<laughs> あの岡田眞澄ですから、あれね。<laughs> あ、でも、すごくで、綺麗な顔です。まあ、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 まあ。お兄さんに、ね、イエチエリクさんですからね。イエチエリクさんの方が、みんなわかんない。そうでしょうね。まあ、司会者やって、まあ、日本アムウアのトップでしたから。まあ、まあ、そんなこともありながら、まあ、いろんなお話していましたけど。ちょっとだけね、歌を聴いていただく時間も、いいかなと思いました。一度ね、曲聴いていただきましょう。んなことでございます。今、そこ、演芸団のテーマでございます。どうぞ。 笑う「ことがこんなに素晴らしいことだったなんて」「本当バカだったよ大事な時になりするべきか」「じっとも考えずに暮らしてたなんて」 「すぐそこに今すぐそこに今すぐそこに」「今すぐそこに届けたい心」 届けたい想い「今すぐそこに今すぐそこに今すぐそこに届けたい届けたい」 そうそうそうもっと俺に電波をくれよこの番組はスマイル本舗の提供でお送りしますはい今週もこのコーナーがやってまいりましたいきますよスイカの<っ>ありがとうございますえ、今週もメールたくさんいただいておりますまずデニコさんですね、はい、えー、小スイカさんこんばんはデニコですお、はい、久しぶりです、えー、携帯をドコモからソフトバンクに変えたらいろいろわからなくて タブレットもついてきたんですけどちんぷんかんぷんですねしょうはタブレットをスイスで使いこなしていますけどメールとかもローマ字でやっているのですかタブレットを上手に使いこなせる秘訣を教えてください <laughs>、うん、それではまたばいチゃということでねあらまあ今時珍しいじゃないですか、ええ、<laughs> ドコモから優しい銀行に帰る人は <laughs> ドコモからソフトバンクに変えたということでね。普通優しい銀行からドコモに行くんですけどね。そうなんですか？ええ、私変えたことがないんでちょっとよくわかんないんですけど。私はあのソフトバンク使ってますけど、ルーターはドコモですからね。あ、そうなん全く信用してませんから、そうですね。天パ状況。そうです。タブレットをね、使いあのいや、僕ローマ字入力ですよ。ローマ字入力ですか？はい。でもそんなんかちっちゃいやつをトントンと同じやつ二つやるような高度なことはしてませんよ。 XTU とかでやってますもうちょっとパソコンでね入っちゃってますんで最初の iPhone の 3G の最初はこれはもうひらがなでこうやってやってましたけどこれにしちゃったんでこうやって指でバーて打ってますだ僕が言いたいのは文字盤は左に母音で右手に親音にしてほしいですねほんに日本語打ちやすいですよ絶対に。 えー、やっぱでもタブレット慣れちゃうとやっぱ大きさとかも今目が楽ですからね大きいいやもう全然やっぱ全然違す、ね、もう全く見えないですよ小っちゃいとやっぱり目疲れますよねあもうこ,うこうなっちゃうしね、えーうん、そうそうやっぱ携帯こうずっと見てるとぼやっとしたりなんかして急にそ、うん、遠く見るとこれは目悪くなるなって思います、ね、そうそう,そう今だからこのほらナイフトシフトとかそういうのができたりし,たりしてますけどそれでもねよくないですよ本,、うん、本来ね そうですね。だからタブレットを上手に使いこなすコツはって言うんですけど、どうでしょうか、タブレット重荷ですか。タブレット重荷、えー、<laughs> じゃなくて、ちょっと一晩あのケツカしてやればまず、えー、いや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 。あのあれですかね。あのまあ慣れですよね。これきっと、ね。まあ慣れですよ。もうあの、えー、逆にそれしかない状況にしちゃえば、<あ>それしかないですね、えー。なんかあのあれじゃないですか。みたいにはこうお気に入りの、うん、あのなんてアプリを入れて。 なんかちょっとこう遊ぶとか。あ、そうですね。アプリはいいですよ。やっぱりね、あるとね。いろんなアプリね。結構。落として。今は将棋のアプリが。今ね。やってあり、なんかするといいと思います。そうやったら、向こうが、あの強い手を打ってこないっていうアプリがあるんです。だ、レベルが。こっちに攻めさせてくれるレベル。はい。そうするとね、すごい。あの。すごくいい感じ。気持ちがいいですね。つ、つめ、詰めるんです。よ じゃあ、の、何か、あの、そういう楽しいアプリを探してみてください。はい、じゃ、続きまして、千らさんですね。はい、え、塩瀬さん、こんばんは。千尋、はい、です。んん私事ですが、あ、ちょっと、なんか、千らさんも携帯ネタ、うん、えー、聞いてくれますか。うん、昨日、とうとう、スマホが壊れて、うん、全部データが消えてしまい、ショックでした。あ 今日のラジオ番組が見れないとメールが送れない何とかしなくちゃと思い友達の M ちゃんに教わり登録できましたら番組もメール送れると送れる見れる今日も終わらせてもらいますということでねスマホって急にデータ消えたりすることもありますよね。 これに万能を求めたらねまあそうですだってこれもし調子悪くなった時に「保証引かない調子悪くなる」なんじゃないですか新品が送られてきますからね全部なしですからもうこれ結構写真とかね思い出で旅行先で撮ったやつとかで一気に消えるとねショックですよねだからもうねあいなねもうたまったらデータにして CD に焼いとくしかないですねそですれ以外ないよ結構なんか うんここに取ってあるからとか言ってねずっとね焼かないで置いたりとかするとねいつの間にかね消えちゃうねちチ広いですねわかりづらいかもしれませんけどということで今日もね見ていただいてるということでありがとうございますはいねそ回転まで見てくれてるんですからねすみませんありがとうございますじゃ続きましてかずりんさんですはえこんばんはかずりんですはいいよいよ来週末東北へお出かけになるのですね今週末今週末 え楽しみですね、うん、え何年か前にショーと某を歌ってる人とえ大船渡に行った思い出が懐かしい今日この頃のカズリンですがえその時えせっかく大船渡まで行ったのに黒船さんのラーメンを食べ損ねた私えいまだに黒船さんのさんまだしラーメンを食べたことがありません。めっちゃ食べてみ です。そうえー、師匠の分までおいしいものをたくさん、<laughs> あ、師匠私の分までおいしいものをたくさん食べてきてくださいね。お願いいたします。すますえー、今回の旅もたくさんの方に笑いが届くことを願っております。楽しいエピソード待ってますよ。うん、ではということでね。そうですね。実は今回の初日二十一日は、はい、あのー、三和田しの黒船さんがオフナットの屋台村に出店記念なんです。えーはい、出店記念ライブということなんで、えーえー、もう。 それは間違いなくラーメンね無料で食べさせてくれるもんだと思っておりますせっかく行ったのに食べられなかったということで残念でしたけど。でも食べられない人その人たちだけじゃないですからね。あそうなんですか。結構いますから食べられなでもだってスープがなくなったらきっとねおしまいだし。そうそうそう。でもあのクロで言えば通販やってますよ。カップ麺もねあります。通販めちゃめちゃうまいですよ。黒船の。であのすごいのはあのスープをいわゆるその レトトルにしてあるんですね鍋の中に入れてビニール入れた中で温めるというつまりその煮詰まったりさせないといういわゆるこう何ですかね薄めるやつタイプじゃなくて向こうで煮詰めると濃くなっちゃいうなん向こうが食べさせたい濃度で食べられることができるのでいいと思いますよあれおいしいじゃあのもしよかったらぜひネットでね見つけていただいて。 取り寄せていただきたいと思います。まあ本番前ですけど、今でもちょっと激にぼっていうのをちょっとやってて、激にぼ激激にぼし、激にぼしでにぼしが増量みたいな感じ。もう味をかった強くしてやってる今ちょっとやってるらしいので週に何回か。それちょっと食べたいなとは思ってるんですけどもね。それは今回行ったらちょっと食べられるか。分かんないです。全く分かんないです。でもきっと屋台村に行くから、あのそこで食べるから本店食べると食事の な、すごい大きいところがラーメンになってしまうので。<laughs> あ、え、それはちょっとあれなんですか。やっぱり、おな、胃がもったいないじゃないですか。<laughs> 他のものを食べたいースを取った <laughs> たやっぱり今はほら、もうも。 来てますし、ウニも来てますし、もうね、あなたも食えないもばっかりです。私食べらあ、でも、ホヤもウニもちょっと苦手なんですよね。えもう、人にもホヤもったいない、ウニもったいない、いろいろいと思いますけども、まあ、どっちも食えない。どっちも食べられないですね。ラーメンはちょっと食べられますけど。あの、まあ、ね、うん、ちょっと、ここまでいけない。でも、お塩にほら、カップ麺いただいたことあります。からあれ、美味しかったですね。はい、じゃ、あの、またメールください。ありがとうございます。はい、ええ、続きまして。 で、えー、あなたのキャメロンさんからですね塩水花さんこんばんは、はいえー、今日は肌寒い雨になってしまいましたね<ん>明日から真夏のような暑さになるそうですよす、えー、体調管理気をつけましょうね日曜日に新内昇進、えー広えー、昇進広公園で、えー、国立演芸場へ初めて行ってきました演<ー>、えー、芸場前のラーメン屋でバイトしてパートしてたのですが、うん、あ 国立演芸場の前のラーメン屋さんってありますね。あそこで日系あるじゃないですか。あの渡った高速のすぐ向こうにラーメン屋とあのこっち側にあるちょっとどでっかいあの廃墟みたいな廃墟じゃないですけどねラーメン屋さんはいはいええどっちかでバイトしてたというねいやでっかい方ですよでっかい方でパートしてたのですがここに落語する会場があるのは知らなかったですああまあでもほらはい だってどっちから通ったら半蔵門から通うだろうから。まあそうですね。そしたらこっちまで来ない。演芸場まで来ないです。そうです。あの長田町で通ってくれば、あああんだと思っていくけど、ね半蔵門で通ってるとないねきっとね。ねえ国立演芸場は有名なのであ国立劇場は有名なので知ってましたが歌舞伎やってる方ですね。歌舞伎やってる方ね。え林や 一家じゃこれ一問ですね。一家役だ。<laughs> 一問の千十回金馬チーム千十回落語も初めて生で聞きました。阿部寛です、えー。長時間でお腹がすききってしまい <laughs> 鳥の竹平さんの話の時はおお腹の音が気になり集中できませんでしたよ。<laughs> <laughs> どんな人です。<laughs> <laughs> <laughs> いよいよ師匠は、えー、週末春の東北ツアーが始まりますね。ーはーはーえ道中気をつけて、えー、浜さんと笑いを届けてきてください。屋台村で、えー、浜さんの歌で 盛り上がるでしょうね。え黒船さんによろしくお伝えくださいということでね。ありがとうございます。すねえー、ね、あの浜さんも一緒ということで。そうなんですよ。えー、浜さんも一緒なんです、はい、ね、えー。これはきっと、もう屋台村ですからね、えー。浜さんの歌が鳴り響くという。そうだ今回だから、その初日二日を。は一件ずつにしたんですよ。えー、はい。それはもう、その黒船さん終わった後もあるだろうし。えーはい、いろいろ。ろ、はい で次の日もあるだろうし、次はあるっていうのはこれ飲み会飲み会がこれ割重めの飲み会が重めの飲み会長めで重めの飲み会があるということでまあしたんですけどであのこちらにもいらっしゃるあの大関さんという仙住出身で大船渡にいらっしゃる方がいてその方のあのなんか。 寝床みたいなところでちょっと今回お世話になるのでその日はそこで寝てと、はい、早く行った時もそこで寝てあの仮眠を取ろうと思ってるんですけど、はい、で次の日はあの気仙沼のケツに行くんですけどその一軒だけにした理由はあの気仙あのゴールデン街のえシネストークのママが待ち構えてるんですよ。はい <laughs> あのこのラジオでも何回か名前が出てきたあのすぐ豪快なママさんですね。あのおママ対抗歌合戦で年間3位ぐらいになってる人す。これなかなかの豪快さじゃないと何年間のやつが3位になってる人す。これあの割とねおママ対抗歌合戦で残れるっていうのはかなりかなりインパクトのあるママじゃないと残れませんかないかないもともとはそのタシルゆかりタシルなんとかっていうその日活の女優さんででちょうどあの。

その女優さんでも出ていらっしゃった方がママさん。マさんもう酔いっぷりがすごいですか。でこちらでも紹介されましたから、もうまあ決戦まで一回あったんですよ。浜さんって。その時はまあそのそんな飲みじゃなかったね。だからあのすいません。今日は私ちょっと飲むと大変なことになっちゃうんで、じゃこれで帰りますとご夫婦で帰られたんです。なんだよつまんだよなと。思ってせっかくそんなね楽しいって聞いたのになってて。 浜さんがゴールデン街で飲んでたら表の人がドーンって開いて「おい飲めんのかここで」っていう来たら「あママだ」と思ったら「あママ」ってった誰だってめえ」って言われて「あれですよほら浜ですよ浜いいですけど知ってるよ」もう会話になって後ろ褒めの後半みたいに会話になってないっていうそのやりとりがもう怖ってだからそれでママさんはで,で今度は「 うんメロメロ引かせろメロメロと思って、えー、で浜さん一回目の決戦の時は初めてのトークだったんで、えー、すごくなんか自分の中でこう、えー、どうやって見せていいかを迷ってたんですねでなんかその向こうに合わせていかなきゃいけないみたいな、はい、でゴールデン街出身で来たんでっていうことで、えー、あの藤井子名曲三曲を歌うみたいなことが言ったら。お 思いのほか喜んででもらえなくてすねそしたら「港町ブルース」とかね歌ったらよかったんじゃないかなっていう感じでそこら辺を考えすぎのやつを続けてみたんで僕は飲みながら「浜さん東京でやった通りやった方がいいんじゃない?」っつってやってそこでワッと受けたのから始まって自信を持ってやるようになったという感じでなかなかいい話なんですがまあでも浜さんはきちんとちゃんと飲んだことがきちんとベロベロ飲んだことがないので今回。 初共演というか夜の初共演それも「食栽や剣」っていうとこで私も前2回ぐらい飲んだことあるんですけどそれででもこれぐらいのコップを渡されて好きについて飲んでいいっていうこれね前回僕金八師匠と一緒にそこ行ったんですけどすごいことになりました。 それ40本でもこのおちょこねぱ杯ずつでも飲んだら大変なことになりますよだから僕は途中から半量にしたんですからたら余計カン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 いっちゃって余計いけないってことに全部飲めんじゃないかみたいなまあでも味見はしたい気持ちは分かりますからさらにちゃんとね店主がこだわって集めた日本酒ばっかだからじゃあおいしいものばっかりでそれで元銀座アスターのシェフなんでもうフカヒレでもう手薄いでフカ待ってもう本当にだって前行った時なんか

もうそんな感じでそこから黒船とそこで始まってくるで僕は屋台群れ何度かやってるんですけど屋台で無理なんすよやっぱりちょっとね野外って難しいですよねなので僕は出演者何人かいるんで間々司会してつなごうかなとなんかちょっとちょこちょことんか言いながらねじゃあ次はどのってやりながらこうつなげるといいかななんて思ってですね。 いくら講座組んでいいただいてもやかなり何つうのかなり本当に身内とかじゃないと聞いてくれないのででもね僕はい、今回実はすごいことがありましてうちは21から始まるんですけど、はいあのー、昔前回浜さんと行った時に鎌中鎌港出身の早川るみさんっていう。はいえー 今岐阜の一あの浜さんの出身地の方で岡マバオやってる人がいるんですけど、その人が二十二から帰省するのよねっていう書き込みがありまして、だからそこには来れないけどなんかどっかに現れるやも知れない。その方はあのどんな感じの？えっと僕が電話で喋った時は普通におっさんでした。あれでもあの写真は金髪ですげえ綺麗にしてますけど。 あのおっさんでした声が割とやっぱり太い感じはい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 よろしくい見た目はお綺麗な感じで釜石出身だったんで釜石の美味しいラーメン教えろってったらえーとねって考えてましたもう写真撮るギャップがちょっとありすぎてちょっと受けましたけどもしかしたらどっかでちょっと会えるかも最終日釜石博にすれば飲めるのかもしれないですねなるほど帰ってこられるかどうか心配ですね でもちょっとあんまりね飲み会飲み会だとねちゃんとしますちゃんとする日もありますちゃんとする日を全部ちゃんとしますさんんはかあったすか私ですか私ね今週というかっと昨日か日曜日名古屋行ってきましね日帰りであもしかしたら大須ですか オスじゃないんです。オスじゃないんですか。あの名古屋の、うんえー、イオンで、うん、あのなんかイオン寄せみたいのをやってるんですよ。うん、あの毎月。でそこにちょっと行ってきましてね。 それであの私と和音とイオンで呼んで呼ばれたわけじゃないです。あの私ともう一人とあの二人でいてもう一人の人がまあいろさんなんですけど、この人がねカナ秀樹さんだったんですよ。おおそう。懐か私ねボキャブラ世代なんで金谷さんねすごい嬉しかったんですよ。最近ねあのカナさん結構あの落語のあの結構。 ゲストととか割出、ねうん、てらっしゃるんですんるた小竹です、ねね、ち,ちょっとあの前は人力車にいらっしゃって、うん、で今はなんかね声優 事務所にいらっしゃるみたいなんですけど、であの結構ね、新作落語の。会に、あのゲストで出てくださったりとか、そういうのあるみたいで。で久しぶりにね、あのかなさんのネタ聞いたらね、あのもちろん新ネタもあるんですよ。いろいろ文春いじったりとかね、そういうネタもあるんですけど。なんか昔やってたネタみたいのやってたりとかして、あ懐かしいみたいな。でものすごいいい方でした。あ、僕もね、飲んだことあります。あ、そうです。 あそうですか。えなんかねお芝居やったりとかもしてらっしゃるみたいで、ええあと声優もだから声優事務所の声優もやったりとなんかいろいろとなんかご活躍さてるみたいで。あらまあいいですね。またそれはね。で名古屋に行きましてでなんか名古屋飯食べたいなと思っていろいろありますよ。いろいろありますよね。でちょっとね味噌煮込みおどん食べようかなと思ってたんですよ。でもその後にちょっとなんか打ち上げあったんですよね。それがねちょうどね味噌カツ屋さんで、あの味噌カツ食べましてね、ああの結構なんかこう 濃いからどうかなと思ったんです味噌がでもね美味しかったいやもう全然ですよ八丁味噌美味しい八丁味噌ってのはとってもよくできた味噌であれは発酵食品じゃないんですよあれ発酵味噌っての唯一の味噌だけど発酵じゃないものででも酸化防止になってとてもあの体が若返るというそうなんですあの徳川家康が長生きした理由は八丁味噌じゃないかという話がはい 誰が言ったか知らなですか。<laughs> そ,うでそ煮込みうどんをなんか食べようと思って調べてたら、うん、なんかね山盛り とかいうお店があるんですけどなんか普通の山本と山本総本店みたいなのが2個あってこれ全然関係ないお店だって書いてあっていやいや関係なくないんですもともとは1つだったんですけどすか分かれて、ええ、でもなんか総本店の方がね、うん、人形町とか秋葉原の方があるらしいんで浅草にもあったりもしか。うん、だから東京でまあこれは食べられるなとあの寿司宿りの突き当たりのところにあったり あ、でもじゃ浅草ちょっとなくなっちゃう。なくなりました。でそのあそこの店はもう間の店で、全部なくなります。やった店が次から次へと。場所がじゃあそういう。で今平常円だけ長らく残ってますけど。はいはいそうなんですよ。まあでも味噌煮込みもうまいですけどね。そうですよね。なんかあのなんかネットで調べたらかなり腰が強いって書いてあったで。うよ。 私腰の強いうどん結構好きなんですよ。<ー>もうあの顎が痛い痛いみたいな。<laughs> 最後はもうなんかもう疲れちゃうみたいな。こうこうねこう持ってくるのみたいなんか。こうあやって持って食べる。なんかねこうちょっと。南限かね池袋にもあったり新宿にも吉野近所にあったんですよんですこういうクロードの店がいくつかあってあ、はいはい、結構みんな。 芸人通ってましたけど、ね、みんななくなっちゃいましたねみんなね。えーえー、確かねそのクロードンの店は我々が行った時にねビールがなくなりましたって言われる、ね。えー、<laughs> 結局帰ったことがあります、ね。もう飲み切ったんですね, <laughs> でね店の店の,の飲み切りましたはい、はい。本当ひどいですね芸人はね。あとね一<う>本目のビールがちょっとぬるかったんですよ。はいえー でで次頼んだら、ね、銘柄銘柄どうでもいいから冷たい奴くれっ,つって、ええ、<laughs> もう帰ってほしかった <laughs> ビールなくなったって言ったらきっとあいつら帰るよって,言って帰らせる帰らせろせっかくねビール飲むのに冷たくないと、ええ、まあそうですよねドイツ人じゃないからね,ねうちらはねドイツの人は気にしないんですかドイツ人ドイツ人はここに塗る前に鉄の棒が入って銀銅の棒が入ってる<ー>それで自分の好きな温度にあ上げるのよ はいはい、ベルギーブリなんか常温ですよ、えーで、それで10度ぐらいのやつ、ちょっと濃いめのやつをチ、ビチビ飲む日本人といえばもう、キンキンに冷えてないもうキ,ンキンですよ、それこそ、もうなんかもうね、えー、あのほら、それこそあの何、何ジョッキを凍らせて、それも洗いの悪いジョッキが凍って凍っ上で凍ったの、上がって、それ、喜んで飲んでるからね、えー、す汚い話だよ、あんなもの。<laughs> よくあのさタね,ね居酒屋の生臭いジョッキとかあのビールが生臭いの何 <laughs> じゃこれっても一緒に洗って全部こうやってただけでこう入れたろうみたいなね <laughs> でもやっぱりそのぐらい冷えてないとなんか日本人でダメなんですよねそう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 です、えー、でもなんだかんだ言いながらドイツ人はキリンビール美味しいっつってますそうですやっぱりかなりレベル高いでしょキリンビールーやっぱ日本のビールって美味しいんですか、ね、美味しいみたいですね、えー、私飲まないんで分かんないですけどねインド人が日本のレトルトカレー美味しいっつってましたね、はい <laughs> でねあるインド料理はまかないでインド人は納豆をかけて食ってるじゃないですかカレーに私毎日納豆よあでもカレーに納豆って結構合うあもう大好き俺もカレー納豆あの朝カレー旅行くとカレーがあるかな価格にしてなるべくあるとこに泊まりたいあはいはいはいなぜかカレーって朝でもねバイキングにありますそう最近ねやっぱり男の人はやっぱり食べたいんじゃない朝米朝カレー カレーじゃなくても米食べられないあでもねカカレーでいたいカレーーででっと食べたい腸が刺激されるからまた <laughs> そういうことですね、えー、そうすると朝からメイキングがね朝から改便になる改便です、はいえー 人がにおらした言葉をわざと君は解明で別にだって悪い言葉じゃない悪い言葉じゃない悪いとかいいとかっていう言葉じゃない別に平気ですよ平気ですはいそんなこんなでねだんだんと時間もいい時間になってまいりましたがそうですねじゃあ告知はそうですねじゃあちょっとあのまあとりあえずまこれはいいとしてまあ明日そうですね浜作よせいがありまして。 今ちょっと鳥のネタで今ストックインとやるんですが、じゃも実はちょっともう一個考えてて入り口でも違うふいやろうかなと全部百人一衆で行こうかなという今ちょっと歩きながらもうちょっと違うふうの稽古しながらしたんですけど人前で二回ぐらいしてたことないですねその前座の頃に前座の頃に二回ぐらいやったのをまあなんとなく思い出しながら面白くなればやるけど。 で、まあ、とりあえず東北はまあちょっとぐるっと回ってきます。はい、でえー、大船渡。それから次の日は気仙沼、えー、その次も気仙沼2件やって、はい、で、その次は大船渡でやって、最終日の昼間大船渡でやって、その後どこに泊まって帰ってくるかはまだ決めてます。はい 浜さんにちょっとずいぶんいろいろ肉食わせる肉食わせるって食わせるまで帰ってくることが多いので、むしろじゃあ肉食べて帰ってくるようなルートを考えようかな、えーはい、と思っておりますね。川さんは。私はですね、えー、ショーは遠くに行きますが、はい、私は今週の、えー、日曜日ですね、はいえー、広島の福山の方で、えー、福山寄せというのに出演いたします。えー、広島の、えー、うちに不明な女がいたんだよ。<laughs> そう今日なんかニュースになってましたね。<laughs> えー、広島方面のカ でもしあの時間ありましたらよろしくお願いいたします。そうだ広島といえば去年10月に広島行ってあの3月にま大事すぐやりましょう。はいはい。3月出ましたらねちょっと忙しいって言われる。まあよくある話ですよね。あれあれっていうかおして。もう次すぐやりましょうとかねいうことでなんかなんかあれと思ってると1年経つ。経つ。じゃそろそろでみたいな感じでいつの間にか1年に。なんか勝手になんか売り込む人なんかやらしいやつみたいな感じになっちゃってなんかね。 <laughs> まあでもね、1年に1回ぐらいでも全然いいですよ、いいすね、もちろんもちろん、逆にね、それぐらいのがいいんですよ、ええ、そう,そう,そう。つけすぎるとねそ、それ <laughs> にあのやっぱりね、準備するの大変なんで、おせき亭さんも疲れちゃいますからね、いろいろ、ねね、やっぱり春はいろいろありますよ、すね、お彼岸もありますね。ええ 花祭りもあります。はい、いろんなことあ,ままあのんびり、<う>あの、聞いていただける環境が一番ありがたいですから、ね。そうですね。ええ、で、また7月も東北、ちょっと回るんですけど、はい、今日また、橋上というね、ところで。えええー、古屋敷、ゆうたくん。はい えっと地元でやることがまだ今日決定しましたんで、私と松田海さんとケ君と三人でやらせていただいて、でもう一個八戸でもどっかでやろうという感じでございますのね。ぜひまた近くの方は見にしていただければなと思っております。でしょう。来週ね、あのお休みなんです。来週来週はお休みですけど、再来週はもともとお休みということでね。二週二週ちょっと空きますけれども、で六月にじゃまた皆さんとお会いするので、えじゃあもうジメジメした頃皆さんとお会いしますのでよろしくお願いしたいなと思って。 ております、えー。本当にどうもありがとうございました。それではまたさらら来週、さ再来、はい、週の次なんていうんですか。なでしょう。まあ六月にね。皆様んまお会いしましょう。六、はい、月の第一火曜日お会いしましょう。はい、それでは新曲追加の今速報放送局でした。したおやすみなさーい。